はい、というわけで今回はパンデイロのレッスン動画です。パンデイロのレッスン動画なんですけど、自分はパンデイロの、ガチの奏法というか、本当のパンデイロの奏法で、叩くことができないんですね、実は。じゃなくて、イタリアのタンブレッロっていうタンバリンの叩き方をベースにした叩き方をしてるんですけど、そのレッスン動画をやろうかという流れでございます。パンデイロ、見た目はね、タンバリンというかタンバリン族に属するというか、片面枠太鼓にジングルがついてるんで、パンデイロは、一応タンバリンの仲間ということになるんですけども、こうね、なんつうの、ジングルっていうんですか、なんか、ブラジルだとプラチネラとか言うらしいんですけど、これが普通のタンバリンと比べて、こうシャン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 っていう感じじゃなくて、チャッ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 ってこうね、こういう感じの、なんつうの、こうハイハットシンバルみたいにこうなってることが多いです。もしかしたら例外もあるかもしれない。で、僕が使ってるのはこのパーカさんっていう、日本の、メーカーですね、を愛用してまして、ポップスとかね、なんかいわゆるなんだろうな、ドラムセットみたいに使いたいみたいな人はこのパーカさんの、メーカーっていうかね、パーカさんのパンデイロを使うのは個人的にはおすすめです。はい。で、自分はこの本革のタイプですね。で、あのパーカさんこれミュートしてくれてるんですけど、テープミュートがついた本革にこの何つうの、真鍮っていうのかな、いろんなタイプがあるんですけど、好みがあると思うんでね、そこは選んでいただいて、パーカーさんなら間違いないと思うんですけどもっていう感じで、パーカーさんのパンデイロを使っております。で、ドラムみたいなことが本当にねできるんですよ。で、ちょっとそれらの奏法を解説しながらちょっとやっていこうかと思います。まず持ち方なんですけど、タンバリンの裏側を見てる感じ、わかります？画面が奥なんだわ。こう持っていただいて、左手でね、左手でこう、このように持つんですけど、親指は別に どうあってもいいけど、こう、なんつうの、画面をこう、すごいがっつり持っちゃうと、ちょっと皮が、なんつうの、鳴りを止めてしまうというか、止めすぎてしまうので、こう、この辺で持つのが基本かな。あんまり皮に触れない程度っていうか、わかるかな。で、その、握り込んで音程変えるみたいなのがあるんですけど、その時はこうがっつり持ったりとか、あとすごいこうがっつりこうめっちゃ振りたいみたいな時とかはいろいろ各々こうなんかやりやすいようにやったりすると思うんですけど、基本そういう感じですっていうことですね。バスドラムドゥンドゥンドゥンっていうねはどうやって出すかっていうと、親指この辺ですね、この辺をこうですこうですって、こうなのよ、こうね、わかるかな。最初にこう、なんていうの、この位置に置いといて、振り上げて、そこに戻ってきて、そこでヒットするみたいな、なんていうの、こういうイメージ。要するになんかこうとかじゃないの。こうとかでもいいんだけど、最初の基礎の基礎はですね、振り下ろしっていうか、こう。ここに面で当たってて、そうですね、本当に脱力していただいてですね、こう。バシッて叩くっていうよりは、なんて重さを乗っけるみたいな。んで、叩いたらすぐこう、振り抜く。振り抜くっていうかもう、こう、とにかく、こうしちゃわないってことね。でも、浅く当てすぎちゃうとこんな感じになるんで、しっかりと当ててから、振り抜くと。その際、こう、なんか、指の重さを感じながらというか。まずこれ低音です。で、もう一個低音鳴らす方法があって、指のこの辺ですね、人によって指の本数とかいろいろ違うかもしれないですけど、僕は小指、薬指、中指をこうね、なんつうの、突き指気味に当てるというかね、こういう感じ。さっきこういう動きでしたけど、今度逆ですね。これで低い音、いわゆるドンドンを出しております。トコ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 みたいなね感じでやっております。で、次スネアドラムっていうか、ダンダンってですね、ダッツのダンのところは
さっきの奏法とこれ似てるんですけど、今度真ん中をこうバスッとね、こうさっきまでこうこういうこういう感じだったけど、これをこの場所でやっちゃうとこうなっちゃうね。じゃなくて今度しっかりこうバスッとこう打ち抜くみたいな、こういう感じ、スラップっていうのかな。動きはこっちと似てるんだけど、こうしっかり止めるっていうね。もちろん動きの中でこうやったらこう毎回こうしっかり止めてるわけにもいかない時もあると思うんですけど、とりあえず基礎として、うん、基礎としてこう、はい、スパンスパンです、もうこうです、スパンです。ちょっと説明短いかもしれないけど、どんどんいきましょう。で、今度そのスパンのもう一個の方法、まあ、これどの指のどの辺を当てるかって結構人によって多分違うと思うんですけど、僕結構指先気味に当ててるから、ここの人差し指、中指、薬指、人差し指をこう、まあ普通に叩くに近いよね。パン、パン、パン。なんで、パンとパーですね。という感じです。で、次ですね。次ってもう言っちゃったのがちょっと、早足、駆け足、忍び、まあそんな感じでちょっと説明しちゃってるんですけど、まあね、知りたい人は、まあ習いに来てくれればいいから、どんどん行きましょう。ちょっとね、僕もネットで撮るの意外と大変なんですよ。うん。というわけで、いわゆるシンバルですね、こう、ツッ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 みたいな、ツッツッみたいな、ハイハット、シンバルに当たる奏法が、僕はですけど、人によってこう、いろいろいるんですけど、僕はこの辺、このね、タンバリンのすごい上のところの、この、なんぞ、この辺を叩くと、革の音があんまり鳴らずに、チャ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 って鳴るんです。特にパンデイロはそうなんだけど、まあ、この向きが難しいよね。こうね。基本的にさっきのこのさ、ここで叩いてもらったように、こう、往復運動で叩けるようにできてるんだけど、なんつうんだろうな、親指の付け根と、指はこっちはそうですね、中指薬指とかぐらいかな、あともう人差し指入ってるかな、小指は当たってないかもしれない、まあ当たってもいいけど、まあとにかくここを叩くってことで、ツッツッっていうね、こうこんな感じで、こことの運動なんだけど、なんかこういう風に叩いてるように見えるんだけど、なんつうだろう、親指側はちょっと振り下ろすに近いかも。まあ人によると思うんだけど、親指の付け根をこういう向きでやれば、こう、要するにこうっていうよりはこうね、こうで僕はやってます。というのも、スピード速くなってた時に、まあこれで速い人もいると思うんだけど、まあこれだとすごい楽なんで、こうね、ちょっとダウンアップに近いかな。タタ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 、でこれシンバルっていう感じです。まあなんで低い音、スネア、シンバルみたいなでやっております。で、まあ、シンバルなんですけど、必ずここで叩かなきゃいけないってことはなくて、結構パンデイロってこうすごく反応がいいので、叩いてる間にこっち叩いてる間も反応してくれたりとか、こっち叩いてる間も反応してくれてるんで、どっちかっていうとここ叩きたいときはこの音とかこの音とかを、要するにバスドラスネアの音をあんまり鳴らさないで、こうシンバルの音だけ鳴らしたいっていう時に結構この辺の音が有用ですね。こうこうね、急にこうシンバルに行ってみたよみたいな感じにしたい時に有用だと思います。はい、次、もう順番とかあんまりこうね考えてないんだけども、次タムがね、タム回しができるんです。ドクドゥンドクドゥンドゥンドゥンみたいな。これどうするかっていうと、革を握り込むんです。で、さっきこう低い音を鳴らした時の奏法の時に握り込んだりすると音程が変わるとっていう感じなんですよ。で、叩いた後にプッて握ると、叩いてすぐ握るとこうブインブインってなったりします。なんでこれでこういわゆるため回しを表現できるんですよね。で、このさっき のスネアのこの破裂音の部分、パン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 、ドン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 じゃなくてパン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 っていう方の音色は、音がね実は伸びてないので、一応音程ちっちゃく変わるんですけど、あんま
りこう音程変わった感が出ないというかね、出ないんです。だからこうトゥク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 とかやりたいときはこの辺のドドドドドドっていう音の叩き方でやりましょう。で今こうさりげなくトゥクトゥクトゥクとかパタパタパタとかやってるんだけど、そこをまず飛ばしてるね、うん、タンバリン奏者、ガチタンバリン奏者のちょっと良くないところなんだけど、要するに、まあ、往復運動ができるようなシステムになってるんです。親指で、まあ、低い音、じゃあ低音からいきましょう、低い音、親指ダウンと、今度、中指、薬指、小指の突き指みたいな動き、これが交互にできるんですよ。こっちもそう。まあ、この辺はね、もう本当地味練やってくれとしか言えないんだけど、そうね、ちょっとずつ交互にやっていく練習をだんだんスピードアップしていくっていう感じですね。そういう感じです。はい。とにかくこれを練習していただくという感じですね。で、まあ人によってこうニュアンスとかいろいろ違うと思うんですけど、なんとなくですけど、個人的にはこう親指側をこうね、下ろしてこう当てるじゃないですか。こう腕でも手首でもいいですけど、こう当てた後に指でヒュッ、こっちの指はヒュンみたいな、バンヒュンバンヒュンみたいな、ドヒュン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 、ドン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 、腕でも手首でもいいですけど、こうドン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 ってやってるものに対してこっちは指で拾うみたいな、っていうようなイメージを中心にやってて、もちろん例外もあってこう腕全体でこう腕も全部使うよっていうこともあったりとか、まあタンバリンはね奥が深いから表現の幅広いから、とにかくね思いついたニュアンスでねどんどん挑戦していったらいいと思うんですけど、まあとりあえずこのそういう感じをベースにやると上達しやすかったり、あと楽だよっていうか、まあ俺はこれでやってるよみたいな、あくまで一例なんでね、全然違うじゃない、他の人違うこと言ってたよって言われても、僕は困るし責任は負わないけど、うん、まあそういう感じでやってるです。で往復やったでしょ。でまあじゃあタム、バスドラム、スネア、シンバル、タム回しができるようになったよっていうところで、じゃあドラムっぽいことしてみようかな。いわゆるこれもね8ビートとか言うとね、また燃えたりするんだけど、なんか8ビートっていうのは、まあいいや、その辺はいいんだわ。まあ、いわゆるドンツッタッツッドンドンタンみたいなドラムセットでよく聞くようなパターンなんですけど、それをやってみましょうというところです。さっきさ、この動きで上の方でやるとチキチキってなるよって言ったんだけど、パンデールはこうね、叩くだけでツッてなるわけさ。なので、こう、なんていうの、叩くと、パン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 ってなるんだけど、ちょっと触って押すみたいなニュアンスで叩くとチャッ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 ってなるんですよ。この時にね、楽器をね、そう言い忘れてた、楽器を前に傾けるとタンバリンっていうのはあんまりチャッチャチャッチャ言わないんです。ですごい垂直に押すとチャッチャチャッチャ言うのね、うん、っていう感じなんで、チャッチャチャッチャ、まっすぐ持ってこっちの方でチャッてやるとチャッてなります。なんでここがハイハットシンバルになる。でバスドラはフルオシだから、ドンツドンツドンツで、ちょっとこっちの方がもっとシンバル音強、なんつうの、シンバル感つかハイハット感を強調したいな、したうんいやいやしたいなって時はちょっと上の方を叩くとチャッチャチャッチャ反応しやすくなるんで、まあそういう風にしていただけたらと思います。まあその辺もグラデーションみたいになっててね、奥が非常に深いんですけど、なんでドンツッタンターンはもうちょっとこれのツッツと似てるんだけど、しっかり叩く、しっかりこう叩いて止める、ドンツッタッドンツッタッ、1、2、3、4、1、2、3、4、ひとまずこれを目指しましょうっていうね。じゃあドンターン、ドドターンはだからいう感じですね。まあこれでいわゆるそういうポップスとかね、なんか対応できるんじゃないかなっていう。
まあ、違うパターンになっちゃったけど、要するにバスドラムを入れるところで時はこの親指を使ってっていう感じですね。パンツパツポンポンパツポンパツポンポンパツです。でなんかその冒頭のやつと全然違うやんって話になってくるんですけど、だってまだ始めたばかりだから、うん、まあ本当だからもうね、できること無数にあるんだけど、とりあえずまず8のこのやつがまあこうできますとねっていう感じです。だからもうこの辺の加減ですよね、こうこう叩きに行かないでこう触れるみたいな感じでシンバル音を鳴らすっていうのが、自分がよくやってる方法ですね。でまあそのドゥンクタッツドゥンドゥンタンみたいなやつどうすんねんってのは、まあ第2弾とかでやっていこうかな、この、うん、でもまあ基本はね同じです、考え方としては。あの16になったら今度このタタ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 って動きが基準になってくるんですね。じゃあどうするかっていうと、例えばじゃあ一発目にバスドラムだったらなるみたいなね。だからそれらの組み合わせというかさ、あのバスドラムを入れたいところでこうしてスネアを入れたいところでこうしてみたいな、タム入れたいところでズズズズってやってみたいな、シンバル入れたいところでこうするみたいなニュアンスですなんですけど、ちょっとそれはねあの次に説明するわするわするわとか言っちゃって、次あのまあ振りなんですけど、まあ軸がぶれないようにっていうか、こう最初のうちは上の方持ってていいんで、こう左右対称に振るっていう感じなんですよね。でいろんな振り方あるんですけど、最初は指とか使わないで手首でこう指を脱力して手首で振ってるイメージかな。でまあここを中心に振るんだけど、なんていうんだろうな、こうなよなよしない、なよなよ当てないで、当てないでっていうのはあのね、パンデイロのこのシャンシャンがこう振った時にこの壁に当たって音が鳴ってるわけ、チャッ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 、なんでその当たり方をなよなよさせるとこうワシャワシャワシャってなって、ま、これはこれでこうなんかロールの表現とかに使えたりするんだけど、じゃなくてこうしっかりとこう壁に当てるイメージでチャッ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 チャってこう難しいんだけどね、振る練習をしましょう。まあこの振りができると何かと役立つよっていう。で今指を使わないようにって言ったんですけど、まあ指を使うこう振りとかもあるんですけどね、あるんですよ。こうまあそれはまあゆくゆくやっていこうじゃないかっていう話なんですけど、こうタンバリンをこう持っててこう握る、クッて握って離す、離すとまたこの元の位置に戻ってくるみたいなイメージ、わかります？こうクッてやると手前に来るじゃないですか。この右側左側わかんないけど、あの、右手側がこう手前に来るんですけど、離すと戻る、バーン離すと戻る、バーン離すと戻る。でこれをなんかめちゃめちゃ細かくやるとこうなんかロールっぽくなってるっていう感じのロールがまず1個あります、まあ、ロールもねいっぱいあるんですけどね。あとこういうロールがあって、こうまあ薬指とか装備とかもう中指でも何でもいいんですけど、こうなんていうんだろうな、よく言われるのが黒板にチョークをこうなんつうの、長いチョーク持ってさ、こううまいことうまい角度でこうロロってやるとこうカタ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 ってなるんだけど、まあやったことない人はあの多分あの優等生だったんだと思うんだわ思うんだわ。だからまあその原理と同じなんだけど、こういい角度でこう当てると、まあ、こうだともうこうなんだけど、いい角度で当てるとね、トロロってなるんですよ。説明そうだな、まあ。で、これコツももちろんあるんだけど、個人的にはですね、もう思いっきりあの、ベッタベタにしてるのが好きというか、何をっていうと、例えばその、タンバリンワックスっていうものがあって、まあ、これは蜜蝋なんですけど、まあそれをダメにガーガーってこう塗っちゃうっていうのが一個の手で、
まあ、あとはその本番前に水濡らすとかいろいろあるんですけど、あとはですね、こう松ヤニ、あの弦楽器の奏者とかが持ってるんですけど、あの弓がこうちゃんと引っかかるようにっていうか、あの松ヤニ塗らないとあのね弓系楽器はならないんですけど、いわゆるバイオリンとかコントラバスとかのも人が使ってるのと同じですけど、まあ、あの松ヤニをこうダメにガーって塗るとかもありというか、はい、僕はもうなんなら両方やっちゃっても、まあ、わかんないけど両方やってもまあまあまあっていう、あのまあどっちでもいいし、まあね、人によって両方やってもなんかいいしみたいな感じなんですけど、それやるとこうあの指が引っかかりやすくなるんで、あのうまくこのロールできないよって人は一回ベッタベタにしてこううんっつって塗りまくって、でなんかこうなんとなくこう引っかかる角度とかをこう見つけていただければ、でこう最初はね真ん中とかよりも、最初っていうかあんまこう真ん中とかよりも端っことかの方がやりやすいと思います。この辺、はいはい、それをあの練習しましょうっていう感じですかね。で、あのタンブレロって楽器なんですけど、片手でこう3連打とかいろいろ叩く、4連打とかいろいろ叩くんですね。これのやり方をじゃあやっていきましょうか。まあ、人によるんですけどね、あとバリエーションもあるんですけど、1個はじゃあ親指をこう打ち下ろします。で親指振り上げる。でまあ3本でも何本でもいいんだけど、こう残りの指で叩くと、こうね、こういう感じ。これがまず1個あります。コツはなんかこうとにかく脱力してこうブラ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 当たったーみたいな当たったーみたいな、ブラ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 当たったーみたいな感じが、これ本当だからちょっとやり続けてみ、まあ、とにかくその手が硬くなってこう1、2、3って、僕アムロ行きますみたいな感じだとなかなかうまくいかないので、あの、うん、振り抜いちゃうみたいな、で振り上げるこうなんかこうバー、まあね、こう回転とか、こう親指の重さを感じるような感じで叩くのがいいかなと思います。次、こういうのがあって、こう、親指が当てて、まあ、背中っていうの、僕は結構この骨のあたりを当ててるんですけど、こう当てて、パン。っていうので3連があって、でまあ、この辺でやってもいいんですけど、ね、あるんですけど、まあ、こういう3連が、こう。で、まあ、ここのがっつり当ててもいいんですけど、普通に、なんていうの、親指の打ち下ろして、親指の背中、ポンみたいな、ある、親指打ち下ろして、親指の背中、ポン。まあ、こういう感じでもよくて、で慣れてくるとなんだろうな、このいろんなこう当たり方のコツってなんか跳ねる感じとかいろいろ掴んでくると思うんで、なんかこう地道にこうやってみてください。うん。なんかこうね、楽器がこう跳ねる感覚あるかも。うん。です。で次、これはね、俺の技じゃないんだけど、まあ、田島隆さんっていうあのタンバリン奏者のタンバリン。あのドリルン奏法っていうやつで、まあの逆フレーミング、あの親指人差し指中指こうして、親指ダウン人差し指、親指アップ中指みたいな、こう親指ダウン人差し指縦に入る、親指アップ中指、この順なんですけど、やっぱ指固まってると こうなっちゃうんで、やっぱ脱力していただいてっていう感じです。4連その2、これはですね、さっきこう、この3連の奏法があったと思うんだけど、親指ダウン。で、ここを基準に、ここの骨当てるみたいなイメージ。当てて、ここの骨を基準に、また親指が戻ってきて、ここを基準にこう、みたいな。ふにふにふにこう。わかります？要するに、前の視点がこう中心にずっと動いているっていうか、
あ、いただきます、ここを中、ここを支点にこうポイッと上げて、今度ここを支点に戻ってきて、ここを支点にポン、あたあたあた、だからもう本当にカタカタカタカっていう感じなんだけど、コツはね、肘をね使うんですよ。手首だけでもできるんだけど、手首だけでもできるけど、こうパーッとか、あとはっきり音がねやっぱ鳴らせないっていうかね、こう肘のこの動きを使うとこういう音が鳴らせるんで、特にここ親指からこの振り、この骨に当てるときにこう肘を上げるイメージで戻ってきて、こうだからこうみたいな動きなわけね、っていう感じです。ハイハットハーフオープンっていうんですか、シンバルをこうツッツッってやる奏法があるんですよ。ハイハットシンバルでこう打ち合わせ、こうなあるわけだ、こういうのがあるのよ、こういうのがチッチッ、ドラムセット見たことある人だったらわかると思うんですけど、まあ、その表現がこのタンバリンでできるよっていうことなんですけども、さっきこのシンバルのこう叩くときここでって言ったけど、別にこの辺でも鳴るんですね、実は。この手の根元をこううまいことこう角に当てるとというか、このなんつうの、この硬いところにこうダメに触らないようにこう当てるとこうチャ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 ってなるんですけど、で、まあ別にこうでもいいですよ、こうでもいいですけど、これを放り投げると上にこう音が伸びるっていうか、ちょっとシンバルみたいになるでしょ、なってるよね、なってますよね、ね、だからこれを利用してこうみたいな、こういう表現ができたりします。というわけで、とりあえず、タンブレットスタイルの、そうですね、パンデイロのレッスンをとりあえず第1回目終わりますけども、まあ、情報が多いよね、丸い系楽器ってね。まあでも大変な楽器だけど楽しいし、なんか持ち運び便利だし、すごい楽しいかなって、テクニックも本当に無数にあるような楽器なんでね、いろいろやってみたらいいかと思います。第2弾はまあちょっと気分であげようかなって思います。ありがとうございます。